はい、毎度す。今日はね、さつまいもを焼き芋に変えていきたいと思います。毎度。なるほどな、今一瞬さつまいもを焼き芋に言うからな。ほらこれ、シルクスイート、食べたことないけど、なんかちょっと美味しそうやったら買ってきます。これをまず作戦としては、このアルミホイルに巻いて、この炭の中にぶち込む。このように巻いて、しっかりと巻いて、石焼き芋ならず炭焼き芋。あった炭焼き芋いいね。備長炭で焼く焼き芋ですか。これってどんだけかかるやろな、できんのかな、わからない。きっとできるはず。これができればもうエジソンもびっくり。エジソン、うん、なんでそこでエジソン。突っ込んでから40分経ちました。さあできているのか。その間にソーセージも焼かされ、ちょっとお腹いっぱいになってますが、行きましょう。とはできてる。半生かな。半生、真ん中いけてんじゃん。ここで行きます。あ、見えてる。行きますよ。できてるよ絶対。うわ、むっちゃ焼き芋っぽい。あっつ。え、え、果たしてできているのか。ちょっと待って。熱くてさ、あの手袋したらあかんの。手袋っすよ。はい、行きます。おおおお、めっちゃ芋やん。ちょっと待って、これめっちゃ焼き芋やん。ちょっと待って、できてない言うたよな。言うた。ちょっとほんま焼きすぎたんやな。焼きすぎ、焼きすぎ。これうん、全然できてる。出そう慌てた、慌ててる、慌てて。出す出す。なんで芋パリパリよ。うん、あ、すごい、めっちゃホクホクしてる。うん、あの石焼き芋のカッタルクの味するな。うん、匂いと、うん、うまい。すごい、甘い、おいしい。おいしい。わ、これ30分でいいよな。うん、あの30分でした時にあげればよかったな。そうや、スプーン欲しいな。うん、直してもた。半生で買えるんやろうなと思ったから。あー、これはいいんじゃなかろうか。ほんまや、ほんまや。これがすごいいいのではなかろうか。じゃあこれ、これいけてそう。いきますよ。うわー、うわ、黄色い、めっちゃ黄色い。これは美味しいのではなかろうか。クレート。うわー、めっちゃ美味しい。で、これ黄金。うん、お、やっぱ焼きすぎやってんや。うん、これなんかすごい、なんかスイーツみたい。うん、すごい美味しい。もったいないな、焼きすぎた。うわ、うん、うまい。綺麗に食べてるやん。そうやろ、芋好きや。ここめっちゃ美味しい。絶対美味しい。いただこう。ほら、スイーツっぽくこれ。これはね、多分ね30分ぐらいでいけるっすね。これ40分やったから、これ周りがこんだけ分厚く、可食部がすごい減ってしまいましたが。難しい、ここ言うが、漢字書ける。書けるよ。30分、もっと短くてもいいんじゃん。芋そんな食べる人やったっけ。美味しいね、ちょっとこれ。やめてや。先生、誰のために凍ってくれたん言ってた。お土産言ってたの。全然お土産になってない。まさかこんな美味しいとは思わんかったよ。皮が剥かれへんぐらい皮が分厚くなった。どういうこと。皮剥いたらもはやどこ食べるのみたいな。来た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 。うまっ、うまっ。2本目が良かったな。うん、はい、ということでね、焼き芋美味しかったです。非常に可食部の少ない焼き芋になってしまいましたけど、まあエジソンもね、1回目は電球を作れなかったということで、次こそはね、多分うまくいきます。下やけどしたけどなあ。うん、多分おそらく可食部を最大限に活かせれる。ちょ、芋しゃぶんねん。笑けてしゃべられへんやろ。わざとやってんの。見てたん。わざとやってる。最大限に何、どこまで言った。もうとりあえずあの30分ぐらいが多分おすすめです。最後の締めにいかがでしょうか。ではまた、バイバイ。